やべえこれ早いな。最初までお前の知識でできる神ですか。難しいことはカメラに全部任せて動画に集中しようぜ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。監督のですねミラーレスの使用用途としては3つございます。1、こういった YouTube 撮影。2、自主制作映画。3、写真撮影。特にですね、1番に関しては一番重要視をしております。で、現在ですね、こちら、α6400 と、こちら、新たに買いました ZV-10。この今2台を持っております。こちらがですね、2019年の2月。こちら、新しく発売されました。2021年の9月の17日に発売されました、ZV-10。冒頭にお伝えしました、開会した理由を熱く、テンポよく語っていきたいと思います。今撮影してるのがですね DJI なんですけど、今回ちょっと画質に関してはちょっと落ちるんですけども DJI で今回撮らせていただきたいと思います。まずですねこちら2つ変化がないけどもすげえところ、総画素数は両方とも25000画素数です。同じくですね APS-C となっております。ちょっと待って、 APS-C って何っていうわけなんですけども、デジタルカメラの目とも言われるイメージセンサーのことを指します。大きく分けますとスマホ APS-C 35mm フルサイズ、この3つになっております。じゃあなぜフルサイズを買わないのかと言いますと、性能としてはねもう100% フルサイズはいいんですけど、マジ高え、うん十万します。というわけでその真ん中のサイズ APS-C を搭載した α6400ZV-10、 同じくですね 4K 動画記録ができます。映像に必要な画素数の 2.4 倍、 6K で撮影をして情報を圧縮して 4K に出せるのがこの α6400 と ZV-10 となっております。まあ、フルサイズがもちろんいいんですけども APS-C もすごいんで、スマートフォンのセンサーの約10倍持ってるのがこの APS-C のポテンシャルがすごいんですよ。そしてピクチャープロファイル、要するにですね色を淡く撮って、で最終的に編集で色味本来のものをバッと落とす、それがこのピクチャープロファイルなんですけども、1から10までですね両方とも今入っております。監督が使っているのは PP10 です。設定が難しくて、その色をねパソコン上でうまくね反映させなければならなくて、難しさとカスタム性をうまく両立させたのがこの PP10 です。今持っている α6400、 こちらを一言で表すと写真機能に全振りしたカメラ、そして ZV-10 Vlog カメラということで快適な動画撮影に全振り設計されたミラーレスカメラとなっております。ここからが本題ですよ。これからですね監督が α6400 から ZV-10 に変えた理由をですね順番に語っていきたいと思います。で最初の方に関してはグサッグサッっていうなんか響きポイントがあるんですけども、もう後半に関してはドーンスーンスーンっていうね、変えざる得ないでかいポイントが後半についてどんどん上がっていきますので、そういった部分も踏まえて見ていただければなと思っております。 α6400 よりも ZV-10 がいいところを紹介していきたいと思います。オンとオフが分かりやすい。まずは α6400 のオンとオフ、こちらです。ここでオンオフオンオフとできます。こちらはいはいです。監督ですね動画自撮りですね、例えばその商品レビューを撮る際にカメラをですねこういう形でやるんですよ。でオンオフするときに、こっちからやるときにこの切り替えスイッチがですねもう動かし、こうなるからこういう感じで手をくねっとしてやってこうやるんですよね。これのねもうパッこれがめちゃくちゃ良かったです。逆にねオンオフ何になってるかと言いますと、こちらこの後紹介する電動ズームレバーというものに変わっております。続きましてヘッドホン端子がついている、はい、こちらですね音声のケーブルしかないんですよね。こちらを開きますと、はい、この上がマイクとなっております。でこの下にヘッドホン端子があります。というわけでですね、撮影をしながらこうやって耳で聞くことができます。もちろんねヘッドホン、イヤホンでも使えますし、音をモニタリングしながら撮影することができます。めちゃくちゃいい。続きましてズームレバー、はい、こちらさっき紹介したものですね。あ、これ α6400 に欲しかったやつ。先ほどですね α6400 は電源ボタンになってるんですけども、ズームですね、遠く近い遠く近いというですね、ズーム速度はですね設定で8段階まで設定することができまして、特にですね一番いいのは単焦点レンズ。ソニーのですね単焦点レンズは本体ですね α6400 でも設定をねなんかカチカチすることによって単焦点でもちょっとだけねズームすることができたんですよ。でそれをいちいちね設定をすることなく、このズームインズームアウトで結構滑らかに動きます。このですねズームレバー、タムロのレンズだから反応しないかと思ったんですけども、こいつもいけますね。はい、ズームイン、おーおーおー、いけるいけるいける、ここが最高ですね。でズームアウト、これは電子ズームですね。
はい、で例えばズームインをめちゃくちゃしてからの、レンズで一気にグワンと寄ればもうこれくらいまでいけます。めちゃくちゃ便利です。続きましてモード切り替えが簡単。モード切り替えというのはですね、まず α6400 のモード切り替えがこちらです。まあ、とにかくめっちゃいっぱいあるんですよね。で監督なんですが、ほとんど動画とオートかな。でそれ以外なんかいっぱいあるんですけども、正直ね映画オートでもオートっていうこともあるからっていうわけなんですよね。で今回に関してはめちゃくちゃシンプルです。このボタン1個に統一されました。ボタン1個なんですけども、1回押すことによって静止画、動画、スロー&クイック、このね3つを順番にねポンポンポンとですね切り替わっていきます。スロー&クイックはボタンを押すことによってこのカメラでですね、編集で後からするんじゃなくて撮影時にスローモーションっていうのがですね撮れる。3つの機能を順番に行き来することができます。それがこれに全て搭載されております。シンプルは正義。はい、続きまして音声が強化された α6400 に関してはこの辺にですねマイクが1個搭載されております。はい、そして ZV-E10 に関してはこれ見えないかと思うんですけども、ここになんと3つついております。なので高音質で撮ります。さらにですね、付属のこのモフモフウィンドスクリーンというものをこのマイク周のところにねセットすることによって、はい、風防になるんですよ。ということは外で撮影してももうボコ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 言わない、かなり低減できると聞いております。はい、今音声チェックです。音声チェックです。今モフモフがついた状態で話しておりますが、声はいかがでしょう。今はですね風がないのでそこまでないかと思いますが、モフモフを外すとどうなるのでしょうか。モフモフを外しました。いかがでしょうか。あ、ちょうど軽やかに風が吹いておりますがいかがでしょうか。そしてモフモフをつけます。モフモフをつけた状態となっておりますがいかがでしょうか。今ですね、さっきほどよりもそよ風が吹いている状態です。音声違いはありますでしょうか。はい、あとこの音声面に関してもう一個プラスですね、ここで語りたいんですが、デジタル音声インターフェースに対応しております。これ何かと言いますと、ソニー製品でですね対応しているですねマイクがありまして、こちらをですねここにガチャってセットすることによってワイヤレスでなんと操作することができるというわけです。まあこのソニー製品で対応している機種でなければならないのですが、オーディオケーブルのそのケーブルを合わせて定番だと思うんですけども、コードなしで音声が取れます。ちなみにですね、この APS-C サイズのカメラではなんと初です。要するに音声をデジタル信号のままダイレクトにカメラに伝送して劣化のない高音質な音声を収録することができるというわけなんですよ。監督正直ソニーのですねマイク持ってないんですよね。というわけでもしかしたら今後買うかもしれませんね。だってコードレスでいけるということですね。続きまして美肌モード、嬉しいです。こちらオンにすることによって顔を検出して被写体の顔を綺麗にする、顔の小じわやシミ、くすみを目立たなくして目や口元にメリハリをつけて肌を綺麗に撮影してくれます。これ女性でなくても男でも嬉しいよね。レベルは4つありまして、まず1つがまあオフ、まあ、何もない普通モード、ロー、ミッド、ハイとですね段階を分けることによって顔の補正がされます。まあそういったこの補正効果に関してですね、 TikTok とかでもあるかと思うんですけども、このね APS-C で比例効果っていうのは効果がかなり絶大ですよ。多分こちらは美肌効果オフ、美肌効果オフ、そしてオンにします。美肌効果中、美肌効果中です。どうでしょうか。お肌関係でプラスここで言いたいことがありまして、被写体の肌の色合いが美しく健康的で自然な印象になるように設計するスキンモードというものがございます。こちらですね自動的に、もちろんこの α6400 にはついておりません。さらにですね、明暗さが多いシーンにおいて顔を認識して常に明るく被写体を引き出してくれる機能も ZV-10 にはついております。まあ、例えばね、こうやって歩くシーンとか建物の影とかで暗くなってね、顔がね黒くなったりとか白飛びしたりするんですけども、それをうまく調整してもう影になったとしても明るい感じで自動的に補正してくれるという機能です。めちゃくちゃいいじゃないですか。はい、続きまして接続がタイプ C、 もう最高、もう今の時代はタイプ C です。 α6400 に関してはマイクロ USB なんで、はい、接続この端子の部分見てほしいんですけども、こちら台形となっております。まあよくね充電とかね接続するときね、あ逆かって、あじゃあ逆じゃね、逆で長かったっていうね、この台形の部分のこのねちょっとしたストレス、タイプ C に関しては皆さん使っている方はもうご存知かと思いますけども、上下の上下
とかない。気にせず、もうズブリといけます。ありがとうございます。はい。あと、充電の部分に関しては、こちらは α6400 も一緒なんですが、外付けのモバイバルバッテリーを使うことによって、もう長時間撮影もできちゃいます。そういった部分でこのタイプ C はめちゃくちゃありがたいです。続きまして、手ブレ補正がついた。α6400 に関しては、手ブレ補正が一切ついておりません。まあ、レンズをね、手ブレ補正付けをつけるというですね、方法しかございませんが、なんとこちら手ブレ補正がついておりまして、さらにアクティブモードを使うことによって手ブレがかなり抑えられます。ちなみにこのアクティブモードを使う際のデメリットとしましては、画像がちょっとねクロップ、外枠がちょっとちっちゃくなっちゃうっていうですねデメリットはあるんですけども、それでもですね全くないよりかはこのアクティブモードを使って手ブレがないあまり少ない映像を撮ることができます。最高です。はい、こちら手ブレがオフです。手ブレは入れておりません。手ブレを入れました。多少ですね映像がクロップされているかと思うんですが、どうでしょうか手ブレ感。はい、手ブレ感どうでしょうか。こちら手ブレ感はどうでしょうか。いかがでしょうか。こちら今手ブレ補正が入っております。いかがでしょうか。ちょっとですね逆にしてみましょう。こちらがですね手ブレ補正入りです。一応ジンバル歩きをしております。そしてこちらがですね手ブレ補正なしです。一応ジンバル歩きをしておりますが、手ブレ補正なしの映像となっております。続きまして、大きなレックボタン、 α6400 のレックボタンに関してはまあいろいろ設定はあるんですが、ここのボタンです。まああとはこちらですね、このでかいボタン、監督はこのボタンに設定しておりました。ただですね、いきなりこれバンと見せてどれがレックボタンですかってわからないですよね。でもドン、はい、この赤丸、まあビデオ撮影やってる方はすぐわかるかと思うんですけども、基本録画って赤い丸か丸枠だと思うんですよね。でこれはもう見ればわかる、もう赤枠、しかもでかい、これを押すことによって撮影止めるっていうね、めちゃくちゃ簡単な仕様となっております。あとこの録画ボタンに関してはもう二つね、めちゃくちゃいいメリットがあるんですよ。はい、皆さんこれ見てください。レックボタン押します。はい、どうですか皆さん、画面にですねこの赤枠ついておりませんか。消します。録画止めます。録画します。めちゃくちゃわかりやすいです。しかも今撮ってません。録画します。はい、はい、皆さんわかりますでしょうか。こちら録画中にタリーランプが光っております。なのでね、もう見ている間この赤いタリーランプがつきつつの赤枠もつきつつも、あ、録画されてるなってのがわかるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいよこれは。じゃ監督もですね、撮影中にうわー録画ボタン押してなかったっていうのは、この監督の撮影中に 3,4 回はございます。めちゃくちゃショックでしたね。はい、ではですね続きましてシューティンググリップ、こちらをつけていきたいと思います。くしゃ今ね手を伸ばしている状態で撮っております。使い方次第ではかなり綺麗にいけるつつも、こうすればいいのか、こう、超強、こんな形の映像が、ミニ三脚としての使い方はこんな感じです。この角度もいけちゃいますね。でさらに倒すと、おほうほうほう、おーっと待って待って、また逆にですね、撮影を止めてたはずがずっとつきっぱなしだったってところ、嬉しい機能追加ありがとうございます。はい、続きまして動画撮影時でも人物のリアルタイム瞳オートフォーカスが可能。瞳フォーカスの前にリアルタイムトラッキングを紹介します。このリアルタイムトラッキングに関しては α6400 にもついておりますし、この ZV-10 にもついております。リアルタイミングトラッキングとは、動画撮影時ですねモニター上に映っている被写体、まあ人ですね、タップすることによって、その人物を例えばその監督のね、こいつだってタップすることによって、こいつがもう被写体として認識して、監督が動くことによってもうピントが自動的に合ってくれる。後ろに行くとピントが外れると思うんですけども、ずっとピント合わせてくれたり、もう顔がこう来てもピントはちゃんと合ってくれたりというのが、リアルタイミングトラッキングです。これ α6400 でも大変お世話になりました。まあ要するにですね、このリアルタイミングトラッキングとはプロのピント合わせの職人がこのカメラの中に搭載されているという状況です。そして今回新たに搭載したのはリアルタイム瞳オートフォーカス、まあその名の通りですね、人物ではなく動いている人物の目にピントを合わし続けるという状態ですね。すごくないですか。ちなみにこの α6400 も瞳オートフォーカスついているのですが、動画撮影時にはなんとダメですというね制限がついておりました。ですが ZV-10 に関しては動画撮影中も瞳オートフォーカスをつけていれば常に目にピントが合います。でこのリアルタイム瞳オートフォーカスとリアルタイムトラッキングを合わせ技を使うことによって、さらに素晴らしいピントフォーカスができます。例えば監督にリアルタイミングトラッキングをつけますと、下向いてる状態で監督が入ってきました。そしたらリアルタイミングトラッキングがなる。そしてなぜか回転して
こう来て目をこうすると目に瞳がある。でも顔をこう外した瞬間に目からは外れるけども、リアルタイミングトラッキングは押さえて、でまたこうなると目に回るみたいな、というですね、リアルタイミングトラッキング、リアルタイム瞳オートフォーカスが2つ合わさることによって常に被写体をピントを外さずに追ってくれるという機能ですね。まあでも完璧ではないにしろ、自分でねこのピントフォーカスをやるよりかはもう100倍いいですね。というわけで ZV-E10 には人物にピント合わせるプロの職人と瞳にピント合わせるプロの職人2人がですね搭載されているということですよ。皆さんやべえな、この価格でやばいよ。リアルタイムトラッキングやっていきたいと思います。で今ですね、これを見てわかるとですね、目に鼻じゃない、目頼む、目ここだ、よし、はい、あー来ましたね。今6月なんですけども、目にですね追っておりますね。はい、そしてこういきます。はいはい、どうでしょうか。今フォーカスはどこに合ってる。はいはい、目に合ってます。で後ろ向きますと、はい、体に合うと思います。そしてまたこっちに向くと、はいはいはい、あ、いいですね、目に合っておりますね。どうでしょうか、めちゃくちゃ 目を追ってますよ。はっはっはっは。はい、あとこのフォーカスの点でもう一個ですね、追加でちょっとお伝えしたい点がありまして、瞳ですね、なんと自動的に目をオートで合わせてくれるものの他に、右目だけを追ってくれる、左目だけを追ってくれるモードが搭載されております。ちょっと待って監督、人間の目は平行についてるから右目左目関係ないんじゃないって思うかもしれませんけども、いいレンズを持ってる方は分かるかと思います。高照明向いたら特に変わらないと思うんですけども、ちょっと体を傾けると目と目の位置がちょっとずつずれてくるんですよね。でそこで例えば右目だけをずっと合わせてくださいとか、奥側の左目だけを合わせてこの目の部分をちょっとぼかしてくださいっていうですね設定もできるので、まあそれもねオートなのか右目左目っていう設定をすることができます。はい、続きましてバッテリーの耐久が10分伸びた、嬉しいですね。ちなみになんですけども、 α6400 と ZV-E10 のバッテリーは同じです、全く同じ型番です。じゃあなんで同じバッテリー使ってるのにこいつが10分伸びてんのかっていうと、サイズとかもいろいろな面において省エネ対策をすることによって同じバッテリーでも10分長く撮影することができます。まあ、監督ラボでですね撮影している際にですね、めちゃくちゃ熱く語ってるのにカサっておい落ちたーっていう感じでね、玄関にバッテリー置いてるんで玄関まで行ってバッテリーをなんかセットして、テンション高めてというわけでっていうことをやってるんですけども、そのね10分増えることによってこういったことが少し解消されるのではないかととても期待しております。ありがとうございます。続きまして、さらに軽くコンパクトになった α6400 は約 400g、 ZV-E10 は 343g となっております。実際にこう持ってみると確実に重たいです。まあ、軽いんだよ。400ってめちゃくちゃ軽いけども、こいつを持ったら軽いです。実際にこの商品をですね、この段ボールで来たんですけども、全然重さを感じませんでした。これちょっと入ってるのっていう不安なぐらいめちゃくちゃ軽かったです。重さも軽いし、本体もですね、多少小型化されております。約 15% 軽量化されております。正直見た目そんな変わらないかなと思うんですけども、いやでも小さいね。見て。この部分。この厚みに関してはそこまで変わらないかな。この部分はあまり変わらないけども、こう見た時も、気持ちね、こっちの方が少しねスリムになっております。というわけで軽いは正義、小さいは正義です。続きまして背景切り替えボタン、めちゃくちゃ嬉しいです。この背景切り替えボタンとは、今 DJI 使ってるんで背景ボケてないかと思うんですけども、結構いいですね、カメラとレンズを使うと背景ボケってなかなか難しいんですよね。カメラ側は自動でやってくれるんですけども、こだわると結構いろいろと設定をいじからなきゃならないです。ただこの ZV-E10 に関しては本体のですねここについております、これですね、これを押すことによって背景切り替えボタンとなりまして、オン、オフ、オン、オフとですねボタン一つで背景がボケる、見える、ボケる、見える感じになります。正直監督ね、 α6400 もまあ絞りとか F 値とかねいろいろ聞いたりですね学んだりしたんですけども、3日経つと忘れる、というわけでもうボタン一つで解決しましょうというわけでついたのが背景切り替えボタンです。嬉しいよね、もうワンプッシュでできる神ですか。背景切り替えボタンオン、もう一回押します。はい、今くっきりです。今くっきりの状態です。はいよ、どうでしょうか、背景ボケておりますか。でさらにですね、これズームをした状態だと多分もっと分かりやすいと思います。で次なんですけども、ここからはですね監督がこの α6400 から ZV-10 に切り替えたベスト3のですね衝撃的な機能を紹介していきたいと思います。まずベスト3、商品レビュー用設定ボタン、これもめちゃくちゃいいよ。
こういった YouTuber をやってる方はとてもおすすめな機能です。これもですねボタンのオンオフできます。なぜかですねゴミ箱ボタンですねマークがついてるんですけども、ゴミ箱ボタンを押すことによって商品レビューモードオンオフオンオフオンオフボタン切り替えですることができます。はい、ただこちらですね調べてみると商品レビューモードを押すと顔瞳オートフォーカスが外れます。まあ、あと手ぶれも気になってしまいます。なのでまあ、と言ってもですね人間がこう言って動きながら商品レビューするってことはあまりないかと思いますので、この部分に関しては特に大きなデメリットではないかと思います。はい、でこのモードはどんなモードかと言いますと、例えばまあ、今この DJI に関してはこうやってもピント合うのかな、どうなんだろう、こう顔こう顔、YouTuber の動画で商品レビューをする際人物が話しております、今回買ったのがこれですって言った時によく YouTuber の方はこれ商品と手を押さえてこうやってることが多いかと思うんですけども、この手がいらなくなります。基本的に正面に物が来たら物にピントがバンッとあって外したらバンッと顔に当たってバンッと言ったらバンッとなるみたいな、そんな感じです。このモードは今後使います。監督の動画見てくれた方は分かるかと思いますが、ピントフォーカスめちゃくちゃ苦戦してるのね。こんな感じ、見てこれピント合わせてよちょっとピント合わせて、あ、来た、そしてこちらが京次郎の刀、ちっちゃいんだけどここにね悪鬼滅殺ってね、これ見える見える、頑張るんだ、ここに合わせてほしいんです。押し、来た、あ、ちょっと近すぎるか無理か、はい、あっ、はい、というわけでまず今普通モードで撮影をしております。こちらです、はい、いかがでしょうか、合っておりますでしょうか。続きまして商品レビューモード入れました、どうでしょうか、はっ、早くね、おお最高。ベスト2、バリアングルになったこと。バリアングルって何ぞやという方、こちらですね、モニターがパカッて開いてでこう、はい、こうみたいな感じでこうなったりとかこう締める、これがバリアングルです。で、α6400 はバリアングルでないんですよね。監督今までですねこのカメラの前に使ったキャノンとかあと他のビデオカメラも全部ビデオ仕様なんでバリアングル仕様でしたが、この α6400 の、まあ、最大のデメリットとかなっていうのがこのティルト液晶なんですよね。ティルト液晶というのは画面のモニターが前面にもう前に出てんですよ。もうこのバリアングルに関しては隠れているので、例えばねバックとかに入れたりね、もちろんこの状態で入れるの怖くないですか。まあ、監督めちゃくちゃ怖いんですよ。でティルトというのはですね、これねここねを開けてこう開けてこうなるんですよ。自撮りするときはこうしてこうする。まあ、だから、ここに画面が映るみたいな感じで。で、ここよく見て、ここ。もう干渉してるんだよ、ファインダーに。だから、商品レビューする際に、撮ったら、ちょっとここ欠けてて、もうこういうところがちょっと気になるんだよね。で、あと、この金具の、この付けの部分、がっちりとしてるんだけども、例えばね、もしこの三脚から落としたら、絶対これ破壊されるよなっていう感じなんだよね。で、やっぱ何よりも、しまうときに、画面が出ているところがね不安で不安で仕方がない。今回嬉しくもバリアングルしまうときはもうねこうすれば傷つかないよね。もちろんねこちら α6400 液晶シート貼ってんだけどもちょっと怖いんだよね。あとこうやったらもう指紋つくし、であとこのバリアングルのいいところなんですけども、今電源が入ってるんですけども、これを閉じることによって電源がオフになります。でつけると速攻で起動します。α6400 に関しては電源を入れてこいつをですねしまったとしても画面は消えません。だから自分で電源をオフにするしか方法はないんですよね。これを閉じるとオンになってるんですけども、一応液晶画面はいくら見ても消えてね、消えてるというですね省エネ対策だから、撮影中にね、まあ、監督実施映画撮ってるんですけども、撮影中に撮影しました、でちょっと動きが悪いかなと思ったら一旦これバッテリー消耗を抑えるために一旦閉じて戻ってきて開くと、まあ、いちいちこの電源をね、まあ、落としてもいいんですけども、まあ、つける際にまたパチッてつけてまたね大丈夫かなっていう、このねタイムロスがねなくなるというめちゃくちゃありがたい機能です。まあ、あとこのバリアングルのちょっとデメリット、まあ、逆にこの α6000 のこのティルトで助かった部分も、まあ、1点あるんですけども、それはジンバルといって手ぶれを抑えるですね、こういった持ってガタッと乗せて綺麗にこうやるね、ジンバルね、ジンバルの際にこいつはまあ上下なので、例えばジンバル持ってこうやってちょっとずれたらちょっとずらすだけでいいんですけども、こいつの場合は横に広がるためですね、重心バランスがなかなか取りづらいなっていうところはね正直あるかと思います。まあ、ただまあそれもねちょっとまあ手間がかかるぐらいなんで、もうそこまで、ね、今まで語ってきた機能を含めると全然こいつの方がいいなと思います。はい、というわけでこのバリアングルに関しては高速起動もできちゃいます。ベスト1、圧倒的価格破壊。このですねソニーが作ってるアルファシリーズでは
考えられないような激安プライスです。いや、カメラ業界騒然の神コスパとなっております。ちなみにこの α6400 に関しては販売当初約12万円となっております。で、今回のこちら ZV-10 に金額が7万8000円となっております。なんと10万切ります、この機能で。こんな今までたくさんね紹介してきたと思うんですけども、ちなみになんですけども、監督はですね価格込みで調べて、この当時ね安かったのがカメラの大林という家電ショップで、購入したんですけども、その際はですね送料込みで7万1000円で、さらにですね監督の場合は約8000円のポイントがつきまして、でさらにですね監督ちょうどですね2000円のポイントがあったんで、それも使いまして、実質この本体ボディのみで6万円ぐらいでゲットしちゃってます。めちゃくちゃ安いでしょ。まあ、でもねこの6万だけこれポンって買いましたって言ってもね、レンズがなかったらねもうただのガラクタなんですよ。レンズが監督ねちょうどですね同じ時期に7万円のズームレンズというものを買ったんで、今後ですねこの ZV-10 タムロのですね 1770mmF2.8 というものを使ってこれからですね YouTube 動画と自主映画、あと写真撮影をしていきたいなと思っております。新たに買ったのは見てこのいかつさ。いやでもねこれかっこいいでしょ、銃みたいな。こいつはま多少重いけども本体が軽いので、そこまでめちゃくちゃ重てえなっていうわけは全然ないと思います。ちなみに監督はですね今レンズがですねタムロの 1770mmF2.8 しか持ってませんので、なんか別に他のレンズを状況に合わせて変えるっていうことはないんですけども、まあやっぱりその自分がねいいなっていうね一個買ってこいつに付け替えるっていうだけでね、ロマンがあるよね。語ってきましたが、今まではですね結構いい点を言ったんですけども、ちょっとデメリット部分もですね何個かあるのでちょっと紹介していきたいと思います。でまずですねこちらの α6400 と ZV-10 の大きなもうデメリットとしましてはですね、まず本体がですねマグネシウム合金ボディと言います。なんですけども強化プラスチックとなっております。まあそれによって何が違うのかというと、強化プラスチックにすることによって本体が確実に軽くなっているところなんですけども、この合金ボディに関しては防塵防滴機能がついてたんですよね。ただこいつに関しては防塵防滴がついてないので、砂煙とか雨とかにね雨天時とかにはかなり弱くなっております。まあ、ただその分ですね軽くなっているので、取り扱いをちょっと気をつけるぐらいでいいかと思います。まあ、あとですね、まあ、大きな点としては見て分かる通りですね、ここにですねファインダーがついてます。本体こちら見てください、何もないシンプルなんですよね。こうやって覗いてこうやって撮る分に関しては6400は写真撮影に特化してますので、こういったファインダー機能がついております。まあ、ただね監督もそこまで写真は撮らないし、かつね、監督はもう片目閉じれないんですよ。まあ、正直このファインダーがなくても全然問題ないです。あと微妙にこのファインダーってこれ普通にしまうときにちょっとたまになんかこれね引っかかったりするね、こう、そのこのファインダーが邪魔だなと思ってたんで、むしろ逆に良かったで、まあ、ちなみにこれ外せます。はい、あとですねアンチダストですね、カメラのね電源を入れる際に自動的にですねホコリをさらっと取ってくれる、なんかああいう機能ですね。まあ、それが搭載されていないということですね。まあ、でもそこもね今までの機能と比べたら、ね、特にそんな大きなデメリットではないかなと思いました。あとはですねちょっと実際に触ってみて思ったのは、このバリアングルになったことによってこう開くて見やすいんですけど、逆にこうね基本的に監督こうやって自撮りで撮るので、ここについてくる音声端子とあと Type-C の USB とかあと HDMI とかオーディオケーブルがここにもしかしたらこれ干渉するんじゃないかっていうところ、これ結構意外とでかいかもしれませんね。使い方に監督はまあ音声今後多分おそらくソニーのデジタルオーディオを搭載するので、ヘッドホン端子とかは使わなくなるのかな。まあ言ってしまえばタイプ C で充電しながら撮るときにタイプ C がこここうちょうどあるからちょっと邪魔くせえなっていうぐらいかな、というぐらいですね。 α6400 からこの ZV-10 に変える際に関してはこういった部分がデメリットかと思います。はい、というわけでこの YouTuber には α6400 よりもこれの方がめちゃくちゃおすすめだと思いました。そして、ね、動画撮影自主映画ね、映画とか撮る人も 4K で撮れちゃうのでめちゃくちゃ神コスパです。あとはスマートフォン撮影からちょっとワンランクステップアップしたいなって方はめちゃくちゃおすすめです。監督みたいにもうボタンが多くて覚えられないとか設定が難しくてもう3日経つとすぐ忘れちゃいますって方はですね、いいです、めちゃくちゃいいです。パッと見た感じで分かりやすいし、数が少ないので、これだったら機能を余すことなく使えるかと思います。というわけでですね、難しいことはカメラに全部任せて動画に集中しようぜ！というわけで、今回は監督なぜ後日に乗り換えたのかというですね、動画を撮ってみました。いかがだったでしょうか？この動画見ていただきまして、いいなとかためになったなという方は、グッドボタンをお願いします。コメント欄もよろしくお願いいたします。この動画ではですね、今回のような商品レビュー、ガジェットレビューの他に、自分が好きな作品
心だったり心に響いたものを紹介しております。全てにおいて共通しているのが感情、監督自身の心が動いたのかというものでものを紹介しております。まあ、案件動画もちらちら入ってくるんですけども、まあ、その案件動画に関してもちゃんと自分にとってそのものは、ね、紹介するべきなのかっていうそのジャッジはちゃんとしますので、本当に心の底からですねおすすめしたい作品だったり商品をおすすめしておりますので、また次の動画で会いましょう。被写体の肌の色合いが美しくて自然なリアルタイムトラッキングというものでストミリアル左青春チルトチルトチタチツテと強化プラスチックになっております。クロントン、まあ